おはようございます。速稼塾の久保です。10月になりましたね。暑かった7月、8月、そして9月も終わりまして、いよいよ秋本番ということですけども、この夏は皆さんどんな思い出があったでしょうか。海に行った人、山に行った人、ドライブをした人、キャンプに行けたかなとかね、旅行できたかな、焼肉を食べれたかな、バーベキューしたかなって、いろんな思い出がなかったりしますよね。はい、私もね、今回はいろんなところに行かせていただきましたけども、またね、皆さんのところに行こうかと思います。ちょっと抽象的なスタートになりました。失礼しました。FX のことからまずお話しします。私 FX の結果がね、9月はね131万ぐらいだったんで、30万ぐらいの利益で終わりましたね。また100万にリセットして150万狙いで今月も行こうかと思います。あらりがだいたい30万ということなんで、ここから税控除とかが始まるのかなというところでございますね。税控除といえば、法人税の方もしっかりと払わせていただきました。やっぱりね、すごいですね。やっぱり税金をまとまって払うっていうのは、中にはね、消費税を下げて、法人税を上げろみたいな、やっぱりね、ご意見もありますけども、私はね、法人税が上がるのもちょっと痛いことは痛いです。会社をちょっとね、複数やってますんでね、だからといって私はね、やっぱり消費税がなくなって法人税を上げた方がいいと思うんですよね。まあ、この辺はですね、どの政党がどういうふうな方針を取るかということをこれから考えていこうかと思いますけども、皆さんもいかがでしょうか。10月からは消費増税始まりまして、今後ですね、買い物には 10% の罰金がつくということで、痛いですね、本当に。はい、それでですね、いろんな問題があります。お金の問題になってきました。7月、8月、9月はね、私ほとんど毎日莫大な量のメールや電話をこなしてきました。それはですね、例のやつなんですよ。例のやつがね、全然片付かなくって、まあこれね、例のやつの会社の方も一生懸命頑張ってらっしゃって、誰かが手を抜いてるものではないんで、非常に人に対しては責めにくいんですけども、でもね、私、1000人以上の直紹介、ダウンラインを抱えてますんで、その方がね、やっぱりやきもきしてるのを想像すると、いても立ってもいられないですよ。ですんで、毎日のようにね、メッセージいただきまして、メールをいただきまして、電話をいただいたり、お会いして、どのように考えていけばいいのかってことをお話していって、昨日9月30日最終入金日を迎えたわけなんですけども、最終入金日はね、ちょっと入金しといてくださいよ、お願いしますよ。現在ですね、16名の方、私から紹介出している1000名の方のうち16名の方が昨日の時点で確認できてないよということでね、ご連絡いただきました。本社の方に電話をすれば対応が早いそうなんで、皆さんここからね、一人一人本社の方にお電話してみてください。私の電話がね、効果がなくなってきたのか、どうもですね、8月の後半から9月の上旬からね、ちょっとね、あんまり反応が良くないんですよね。パッと対応してくれないんですよ。まあたまたまでしょうけどもね。でも何にしてもね、ほとんどの方は9割以上の方は何の不具合もなく入金があるわけなんですよ。で、私の抱えてる1000名以上の方でも、まあ、最大でですね80人ですね、重なってる方もいらっしゃるんですけども、80人の方が多い時はありません、着金がありませんということでございました。これもですね、9月の半ばぐらいに、今までずっと黙っていたんですよと、久保さんが忙しくなると思ったんで黙っていたんですけども、実は私も入ってませんみたいな方が50人ぐらいとばっと出てきてね、いや、すごい精神力だなと思いますよね。自分のお金がどうなるのか分かんない時にはもういても立ってもいられないと思うんですけども、私を心配させないように黙っていたとかね、中にはですね、私のお金はもういつでもいいんで、いや、焦ってませんから他の急ぐ方から払ってあげてくださいみたいな、そんなメッセージいただいたりとかね、まあ、速稼塾泉が浸透してるなというところでございます。はい、ただね、やっぱりこう昨日の時点で16名の方がまだ入ってないということなんで、これはなんとかしなさいよということでね、お叱りを伝えていこうかと思いますけど、まあ昨日の夜の連絡で、社員連絡の方で、あと2、3日すいませんってことだったんで、まあ待ちついでに2、3日待ってあげましょう。お金が別になくなるわけじゃないんで、遅れてるだけですからね。そんな形でございました。私の方はね、追加入金をしたりとかね、皆さんの対応したりとかの、なんか、走り抜けた7、8、9月だったかなというところでございます。男性が13名、5名、女性が11名ということで、合計16名の方が入金がないよということでしたね。いやー、今日は入金あるといいですね。本社に電話すると、明日必ず入金しますと対応していただいたのが昨日ということでございました。本社の電話番号、皆さんご存知だと思いますけども、概要書面に書いてますからね、ピンク色の冊子のどっかに。どっかにっていうのが私手元に今ないですから。それから10月から例のやつは刷新されてますんで、
ポイントも全然違いますし、商品は同じなんですけども、システム変わってますからね、皆さんご用心ください。今までのように新規を獲得したりとかね、それから手順を進めたりとかっていうのはちょっと変わってきます。それから肝心なことを最後に申し上げます。例のやつの話ばかりになりますけども、2つ申し上げます。例のやつ、1つはですね、紹介を出した人は自分がアップラインですから、きちんと安心させてあげるとか説明してあげるっていう義務を負ってます。何でもかんでも会社の方に問い合わせればいいと思うんじゃなくて、そういう時こそ自分が何かをする番だっていうふうに自覚していただく。これがネットワークビジネスっていうものですからね。自分が一人でもダウンラインがいたら、その一人に全力でですね、尽くしていくっていう責任を持ってるんですよ。それはやってあげてほしいなと思います。一緒になって動揺しちゃダメですよ、やっぱり。だからどう安心させてあげるかってことが問われてるわけですから、アップラインとしては。で、私がね、この7、8、9月、1回でも不安になったりとか、皆さんがね、ご不安な気持ちを完全に抑えられなかったところがありますけども、1回でもひるんでね、返信がなかったとかね、一緒になってね、会社を攻撃したりとかってなかったと思うんですよ。さすがに昨日なかった分は私攻撃しますよ、今日から攻撃しますけどもね。それはもういい加減にしろって話じゃないですか。まあ 2,3 日で収まると言いますけども、じゃあ 2,3 日だけ私は暴れさせてもらいます。本当にね、もうまあこれ、この余裕はね、お金が払われるっていうことが前提でこの余裕ですからね。本当にどうなるか分かんなかったら、もう私もね、こんなライブとかやってられないですからね。で、もう一つなんですけども、10月から新しく刷新された内容、昨日ね、徹夜になりましたけども、すべて動画化しました。動画化してアップロードしてありますので、速稼塾のポータルサイトからね、書類の書き方から、ダウンロードから、もうね、すごい超大作ですよ。もう今回久しぶりに全部作りましたからね。これね、こんなことやってくれるアップラインの方っていないでしょっていう風にね、ちょっと自慢が入ってますけども、入会用紙の記入方法、ポイント用紙の記入方法、プロダクトパックの購入用紙、その他プロダクトパックとポイントパックとかね、それから概要書面も朗読しました。解説付きで超大作ですよ、皆さん。これちょっと読んでください、見てくださいね。これ頑張って作りましたよ、もうよろしくお願いします。それでは本日は以上かな。本日も昨日入金なかった方、16名のうち何名かは入金があると思いますので、ぜひねチェックしていただいて、もう今日はね、朝9時とか10時とか午前中にチェックしていただいて、入金がなければ電話攻撃で本部をやっつけてください。もう何やっとんじゃんみたいな感じでね。まあでも本当にね、良かったです。新しい10月からの計画も出まして、声明も出まして、来年のね、プレゼントも決まって、それからコンベンションとか事業説明会とかもね、きっちりありますんで、本当に今まで通りになったかなと思います。一部8月の返礼金の着金の予定の方が1ヶ月以上遅れて、何やっとんじゃというね、会員様のお叱りが残っているということでございます。ここはみんなで一緒に、もうね、 AAO で、頑張って怒っていきましょう。これはね、たまにはね、怒らないとね、やっぱりこう私たち会員も不安で付き合っていけなくなるじゃないかみたいな感じになります。まあ不安だったらやるなって言われそうですけども、いや、そんなことはないですよ。一緒にやっていきましょう。まあね、100年続く企業ですから、こういうこともありますよ、長い企業人生の中には。ただまあね、やっぱり気をもむ方もいると思いますし、こういったのはね、さっきと矛盾しますけども、人に紹介をした手前、早く安心させてあげたい。その安心の一番は入金があるってことなんですよね。やっぱここはね、本当その通りだと思います。これはこれで追求しないといけないと思います。で、もう一つは、自分が紹介者としてどんなことを今までやってきたのか、トラブルに見舞われた時に自分がどんな力を発揮できたのかってことが問われてるんですけども、もう案外ね、何もすることがないって方が多かったんじゃないですかね。はい、それでですね、追加でまた放送になりますけども、こうなんか今回例のやつに限ってではないんですけど、いろんな投資案件をねやる中で、投資がちょっとね、固まった時とか、ちょっと不具合が起きた時に、別の投資を進めてくる方っているんですよ。これ皆さんどう思います？ A っていう案件をやってきて、今まで順調にお金が払われたのに、ちょっとね、固まったりとか、飛ぶ前兆が現れた時に、こっちを待っててもしょうがないから、こっちで分散投資しましょうみたいな感じで、他の商品進めてくる人がいるんですよ。いや、私はね、そういうやり方っていうのは、せこいなと思うんで、私はできないです。一件一件片付けていこうかと思います。でね、他の方はどういう風な、ね、セールスの仕方をするのか、それは自由ですけども、私はまあ一個一個しかやらないかなっていうのと、まあ、基本的にはこの例のやつが進められなくなったら終わりと、あとは FX ですね。それまでに FX の力を身につけておいて、今度はインドネシアの預金、こちらの方に、ね、シフトしていこうかと思います。時代とともに進めるべきものは変わってきます。で、この例のやつに関しましては、まだまだ先が長いと思いますけども、参加要件が私の求めるものとだいぶ変わってきましたんでね、初期費用のこととか、ランニングコースのこととか、
商品が介在しないってこととかね、いろいろ変わってきましたんで、私はもう紹介を出すつもりはありません。ただね、紹介してくださいって言われればお話しますけども、基本的にはもう私からは紹介を出すことはないと思ってください。サポートに徹したいと思います。それでは失礼します。